皆さんこんにちは、タコちゃんとのタコスケです。本日は久しぶりに波崎新港に釣りに来ました。今日はいい天気なんでものすごい賑わってます。タコミは今焼きそばを作ってるところです。タコスケはその間にアジングをしてみたいと思います。カタクチイワシは釣れてますね、サビキ釣りで。あ、ちっちゃいのがいっぱい見えます。ちょっとこのままめっちゃでかいかもしれないですね。確実にでかいですね。まあでもまずは自作のジグヘッド 1g とジャッカルのなんだキビキビナゴかなでやってみたいと思います。おーおお、見えるかなこれ。本当にちっちゃいのがいっぱい。なんか小サバっぽいな、小サバっぽい。あ、はい、焼きそば完成です。さあ、お味の方は、うん、安定の美味しさ。はい、定番焼きそばでした。ちょっとライトゲームがあんまり釣れないのでサビキ釣りに変更してみたいと思います。今日は視聴者さんがコメント欄で教えてくれたハイパーパニックサビキを使ってサビキ釣りをしてみたいと思います。使うサビキはいつものアミヒメです。それではハイパーパニックサビキ開始です。回ってきてる？集まってます。しかし針にかかりません。ちっちゃいもんね。かなり針ちっちゃいんだけどな。ちょっと表層じゃなくてもう少し沈めてみようかな。じゃあさあ山ほど来ていますがサビキにかかりません。じゃんじゃん出せ。集まってきてるこの隙にじゃんじゃん出すの。お、釣れた。釣れました。あー、一匹落ちた。視聴者さんが教えてくれたハイパーパニックサビキで釣れました。これはこれはね、サバだね。あ、こんなちっちゃいサバ。ほら、見て。本当だ。生まれたてなんだ。ね。あまりにかわいそうなんで逃がしてあげよう。でもこの高速ブルブルは相変わらずサバです。よいしょ。イワシがいいな。ありがとうございます。ハイパーパニックサビキ釣れました。思った以上にちっちゃかったね。サバ一応ついてきてるじゃん。食わない。どっちかっていうと仲間だと思ってるよね。うん、完全にね。お、ライドゲームには当たるようになってきた。ちょっとあサイズが上がって、はい、ちょっと思った以上にサバがちっちゃいんで針を6号から4号に変更しようと思います。よりちっちゃい針ですね。はい、というわけでサビキのサイズを小さくしました。チャレンジです。はい、釣れました。
よいしょ。今度のはなんだ、釣れたのはサバですね。小サバです。お、来た、来ました。あ、ちょっと大きいですね。はい、今日釣れた中では大きい方です。でもまあトングに対してこんなサイズ。よいしょ。おお、やっぱり魚のサイズに合った針を選ぶって大事ですね。針を変えたらだいぶかかるようになりました。おおお、来た来た来た。少し肩が上がってきました。はい、サバです。じゃな、サバ以外いないのかな。お、来た来た来た。はい、またこのサイズです。この小サバちゃんです。よいしょ。あれくらいサイズになるとだいぶ当たりが分かりますね。お、来た。ほら、またちょっとサイズダウンだな。また小サバちゃんです。かわいい、かわいいね。よいしょ。サバ以外がいいな、そろそろ。お、かかったかかった。またしても挟むとなくなっちゃうぐらいの小サバちゃんです。よいしょ。おおお、入れ食いです。小サバちゃんでした。お、来た来た来た。はい、またしてもサバです。お、来た、二連掛け。はい、お、来た。はい、安定の小サバくん、本当にちっちゃい。お、来た、二連掛け、二連掛けです。はい、お、釣れた。はい、またサバです。小さくてもこのバイブレーションは相変わらずです。あ、来た。あ、来た来た来た。ほら、